はい、妖怪ウォッチプニプニのランク SS 妖怪再来最終日です。 SS ランクの覚醒キュービや覚醒吹雪姫、覚醒土雲などがゲットできます。ってことで Y マネー6万あるので20連ガシャ行ってみます。あ、キジニャン、キジニャンも前回もそうだけどひたすら出るね。キジニャン、イヌニャン、サルニャン、お供妖怪がひたすら出る。ただならぬ気配を感じますね。確かプレッシャーでウィッスの時にレア妖怪出るんだよね。キジニャンがもう少しでレベル6に、技レベルそんな上がるんだったら使っちゃう。3体目どう？ A ランクヘコキジン、ヘコキジンももう少しでレベル6。なんかサルニャンとか今まで全然使うことなかったけど、ガシャから出まくって結局最近使うよね。技レベル上がりまくって。ワルニャン登場。今回狙ってるのは SS ランクです。そろそろ来るか。ダメだ。あ、 A ランクダークニャン、これは嬉しい。ダークニャンとクロウレベル2。ダークニャン久しぶりに見た場所から。イヌニャン B ランク。そろそろ S ランクもしくは SS。 あ、はい、来ないパターン。ワルニャン、ちょっとレベルの低い妖怪多いね。8回目いきます。フユニャン、 B ランクのフユニャンさん、9回目。あれ来ないね。 S ランク SS なかなか来ない。じらし。10回目いきます。確率で言うとそろそろ出てもおかしくないけど出ない。マジですか。キジニャン、キジニャン3体目レベル6。すごい青色になったね。この青色の冠っていうのかな。力を感じるでみせ。あららららららら ら, ら。あ、サルニャン出てきた。いいね。あと2体でレベル6。まさかの SS 出ないとかある。まさかの S ランクも出ないとかある。トドロキジシ、いいね。やばいぞ。来ないパターン。フユニャン2体目レベル5。冷や汗かくわ。 S ランクも出なくて冷や汗出るわ。セイオッカン A ランク。ワイマネー6万投資して S ランク一体も出ないパターンっすか。力を感じるでみせ。感じないでみせ。あ、かわいいコマさん A。 目つきが鋭いぞ。残り5回。力を感じるでみせ。サルニャン、イエス、嬉しい。あと1体残り4回です。冷や汗が半端ない。 S ランク1体も出ない。キジニャン出すぎ。残り3回です。 S ランク1体も出てないぞ。マジですか。そう、時間帯悪い。
間帯悪いかな、夜中の方がいいのかな。残り2回です。ビビる、ビビる、犬にゃん。ラスト1回、これは S ランク出ないパターンか。来なーい、来なーい。あ、サルニャンだ、嬉しい。3体目レベル6やったね。ということで、お供妖怪、桃太郎ニャンのお供妖怪が出まくりというガシャでした。